い、どうも皆さん、コロンくんです。今日はですね、クマちゃんと一緒にお遊戯会をやっていくよ。おままごとかな、お遊戯会じゃねえな、クソ。何をするゲームかっていうとね、この、クマさんね、クマさんを使ってですね、あるこのガキ、ラジオね、使ってですね、一緒におままごとしていくっていう、くっつかめでめちゃめちゃむずいんだけど、よいしょ、こうハンドでね、グリップ、グッとグリップって持ってねえよ。あー、このクマちゃんを使って一緒にね、遊ぶんですよね。おままごと最近ね、僕もおままごとしたいなと思ってて、そういうね、あ、得点で右上に出てるけど、0ポイントだね。これ大丈夫かな、クマ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 。ちょ、たまにね、野生のね、力が僕もね、おままごとね、こういうゲームではないんですよね。それじゃあ早速ね、クマちゃんの、お遊戯会ね、やっていきたいなと思います。お遊戯会じゃなかったですね。おままごとでした。さあ、一緒に、食べてくよ、クマちゃん。今日何が食べたいのかな、左に書いてあるね、右、左上が時間で、左が、食べ物を持ってこいと。よし、じゃあ、食べ物ね、持ってくよ。ティーって書いてある。ティー、カップ、プレートという、その順番になんか並べてくのかな。でも、カップを先に置かないとティーできないからね。何言ってんだろうね、この解説者ね。意味わかんないね。はい、クソマンジ。じゃあね、ここにね、コップをこうね、乗せててね。あ、すごいね、ちょっと怖いな。ちょ、板割れないようにね。あ、あ、これ置けたかな。ちょっと待ってね。こう、よいしょ。ちょっと、ちょっと、おい。はい、こう、あー、綺麗に置けた。で、クマちゃんに次はですね、ティーの部分ね、やっていきたいなと。どうした、その曲がり方。よし、危ない、倒れちゃう。待って、まずい。こうして、こうやる。おー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 、すごい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 。で、ここを上げてね、行きたいんですよね。で、そのまま、お茶をこういう風に。うまくね、てか、めっちゃうまくね、この。よいしょ。おーおーおー、あー、で、これティーね。はい、ごく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 、くりんごくりんごくりん。おー、お湯が出てるー。熱っ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 、ちょっと待って、熱い。危ねえな、マジで。これで揚げたことにならないの、お茶で、水でね、こう、ぷちゃぷちゃぷしてる、来たね。大丈夫、あー、ごめんなさいね。怒んないね、クマちゃん。どれが、水、プレート、とりあえずじゃあ、お皿、これ、英語のティーってね、そう、お水のことだと思うんだけどな。なんでクリアになってないんだろう。まあ、次のミッションのプレートでも用意しますか。プレートってお皿のことだよね。邪魔だな、このティー。大丈夫？これ置けば。あー、いけたいけたいけた。はい。お、クリア。コンプリートフルーって書いてある。おー、いい感じじゃん。ディスキュート。何置けばいいの？ケークスライス。あ、ケーキをスライスしたのを置いてくれと。これわかるよ。ビスケットか。ビスケットとケーキの一切れを、この皿の上に、ちょっと乗っけてね、開けてね。ちょっと、トラブルが発生してるね。これ大丈夫かな？クマさんのために僕も、敵はよくね。よ、クッキーをこういう感じで。もう何してんだろうな、マジで。明日僕、誕生日なのに。もうなんでこんなことやってんだろう、マジ。悲しくなってくるよ。もう、やだ、もう、みんな祝っても、僕、ねえ、もう、友達いないから、こんな一人でやってるけど、ルークバット、なんとかミッション終わったよ。あと2個じゃん。簡単じゃない？第1ステージだからかな。あと、ケーキを持って、ここの、あー、やばい、落ちた、落ちた、落ちた。待って、やめて！ケーキ！大丈夫？これまだいける？まだこの汚ねえけど。とりあえず、このクマ見てね。あ、見て、見えてない、見えてない、こいつな。よいしょ。これね。はい、いらないと。すげえ。割れちゃった、大丈夫？ごめん、ごめん。そんなつもりじゃないんだけど。ナイフだけ取りたいの、僕は。このまま、このナイフを。ちょ、それね、痛いね。その先端で取るんだ。大丈夫このおじさん。めちゃめちゃ自信満々に切ろうとしてるけど、絶対アウトだよね。とりあえず、おー、来た！ナイフを持って、こう逆さにして、おで、切っていく。おー、すごい！で、どんぐらいいいのか、半分でいいのか、これでいい感じに、これで切れたことになってんのかな。あー、いいね！おー、スライス、ケーキのスライスをで、これを、このまま、クマさんのところに持っていくと、つかみづれえな、これもまた。よいしょ。お、いけた。で、そこに、クマさんのところに、はい、ケーキだよー、あー、楽しい、やったーで、あとはティーだけ。ティー置いたくね？水こぼれちゃったけど、何がいけないの？カップ置いて、謎なんだけど、もう空っぽだし、お水ないよ、どうすればい
あ、そのままここに置けばいいのかな。うん。で、離してあげる。あー、でも違う。え、そうじゃないんだ。ティーカップじゃないよね。最初から超めんどくさいんだけど。やだよ。ちなみにさ、この奥にある宝箱ってなんだろう。ん？これ開けられるのかな。はい。ちょ、でかくね。めっちゃ、これ片手で開けられるの。よいしょ。あー、すごい金塊が入ってる。お、何よりもクマこっちの方が欲しいんじゃねえか。なんなら、そんなよくわかんないね、クッキーとかよりも。僕はこっちの方が期待してると思うけどな、あのクマね。一回開けたい。あー、いけたいけた。で、金塊入ってる。サングラスもある。え、サングラスつかめないの。あー、金塊はつかめないけど、コインはつかめないけど、サングラスはつかめるね。これ、クマに乗せてあげるとか？え？つけられるか？ちょっと、よしよし、遠いんだよな、距離がな。はい、クマさん、これサングラス似合ってると思うから、つけたいな、僕な。つけてくれる？よいしょ、これ。はい。おー！すげえ！つけた！え、deal with it って、めちゃめちゃ活かしてんじゃん、クマ！お前、僕はこれを待ってたんだよ、クマちゃん。すごいんだけど。あー、やばい！もう何？あー、もう全部やり直しじゃん！ティーカップ分かった。このさ、マス、これあるじゃん。これ入ってんだ、紅茶が。はい、紅茶の紙の袋を、このコップに入れて、初めて紅茶ができるみたいな感じなの。あー、そんなに持つな！コップに入れる。お、いいね、いい感じに注いだ。よし、いいぞ、いいぞ。これは素晴らしい。で、そこの、やめろ、マジで。本当に。結構ここまでやるの苦労したんだからな。そこからお茶をきれいにのっけて、あー、ケーキ邪魔だなこれ。どかすか。皿も邪魔だしよ、プレート。で、そこからお水を、お茶を注いであげて、はい。あー、目こぼれる。よし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 。おー、赤くなってる。これは注げてるってことなのか、ティー。おーしよしよし。もうこれもいらないし、これいらねえだろこれ。おー、マジでマジこぼすな。熱いからね、熱いからね、気をつけて。よし。で、この、クマちゃんに、クマちゃん、はい、はい、ね、紅茶で、美味しい美味しい紅茶だからね、飲んでね、よいしょ、どうぞと。いや、あ、大丈夫か？オッケー！来た！そして、プレートと、フォーク、ナイフか。オッケー。で、そこから、もう、こんないらねえ、バカ。この、あ、ぶっ飛んだ！あいい感じにケーキが吹っ飛んでった。これでよかったのか。おい、まあいいんだけど。そう、プレートを最後にこう乗せてって。あ、いいね。ちょっとずらすだけでいいのかな。なんなら。プレートを、よしよし、お裾分けしますと。で、最後はビスケットを添えるだけ。いける、今だって。お前邪魔だから、この皿。ちょ、どいてどいて、この皿どいて。邪魔だからね。よしよし、危ない危ない危ない。お、乗っければ終わりじゃない？来た、クリアだー、やったー。まあ1ステージクリアできたからよかったんじゃない。うん、いいでしょう、もう満足で、ティーカップ。そしてなんと、さっきも言いましたが、僕明日で誕生日なんですよ。マイバースデー。もう何回 YouTube 投稿するたびに言ってんだよ。もうあと3時間ぐらいかな。で、また一つ年を取ってしまう。皆さんありがとうございます、毎回僕の動画を見てもらって。まあ誕生日をね、迎えたところで特に何もね、起こるわけではないんですけれども、これからもね、ぜひ人も僕のね、動画見てくれると、これからもっともっとね、楽しい実況とかも投稿していくので、ぜひこのを今後ともよろしくお願いします。そして明日の8時頃かな、ちょっとみんなを驚かせるような、今までやったことない動画かな、どうだろうな、ちょっとそこは言えないな。まあ、日頃の感謝の気持ちを込めて、僕の新たな挑戦じゃないけれども、それをちょっと楽しみにしてもらえると嬉しいでございます。そんな感じで今日は終わろうかな。明日、マジで楽しみにしといてくれ。それではまた明日の8時お会いしましょう。20時ね。バイバイ、ありがとう。これからもよろしくね、頑張るね。チャンネル登録してってね。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、
携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。